こんにちは、ノン料理研究家の茨井久美子です。今日は鶏の胸肉で作るパサパサしないジューシーな油で揚げない鶏の唐揚げを作っていきたいと思います。仕上がりはこんな感じになります。はい、それでは制作に入る前に今回のポイントを少しまとめてご説明させていただきたいと思います。まず鶏の胸肉は一口大の、そぎ切りにしていきます。でそぎ切りにすることで、調味料液とかがあと卵ですね入り込んでジューシーになります。でそこに、お粉を周りにつけて天板にこんもり丸く置くことで、鶏からの汁をお粉が逃げないようにコーティングしてくれる役割を果たしています。でそのお粉の中にちょっとベーキングパウダーを入れておくと本来鶏の唐揚げって油の中で膨らむんですがその代わりにオーブンで鶏の汁で膨らむ衣が出来上がります。あと最大のポイントは高温短時間で焼くということです。何でもそうなんですがオーブン料理は低い温度でじわじわ焼くと全てのものがもうカタッと締まってしまいます。なのでできる限り高温でそして短い間に周りも焦げて中まで火が通っているという温度で焼いてください。それでは作っていきたいと思います。はい、それでは鶏の胸肉ですね、皮は、取りました。そぎ切りにしていきます。このぐらいですね。みんなこちらのボウルの方に入れていきます。そうしましたら下味をつけていきます。にんにくのすりおろしです。チューブとかを使っていただいても結構です。そして生姜のすりおろしになります。お醤油ですね。はい、お酒になります。はい、少しお砂糖です。塩麹を少し入れます。はい、これでよく、揉み込んでおきます。冷蔵庫でこれで30分ぐらい置いておきます。はい、そうしましたら次は卵を入れていきます。卵は一つになります。ちょっと揉み込んでおいてください。はい、やっぱりこれでまた30分ぐらい置きます。はい、そうしましたらオーブンの余熱を上げておいてください。でこちらがお粉になるのですがお粉の中にはベーキングパウダーを本当に少し入れておいてください。もうこんなもんです。先ほどの鶏はこのようになっています。で、鶏をお粉をつけながら置いていきます。できるだけね、こんもりと山のようにしていってください。はい、でこの粉ですね、この粉が残っていると油で揚げないので出てきちゃうのでちょっとこの汁で少し消しておきます。できるだけこんもりとしておいてください。まん丸ふわっと、これ小さいですかね、こっちにしますかね。はい、そしたら高温短時間で焼いていくので私のオーブンは240度、ガスオーブンです。電気の方はもう少し高い温度で焼いていただいてもいいと思います。だいたい13分から14分ぐらいだと思います。はい、それでは余熱が上がったのでオーブンに入れて焼き上げたいと思います。
しょう。はい、それでは美味しそうにね、焼き上がってますね。盛り付けたいと思います。油で揚げない鶏の胸肉の唐揚げ、これで完成になります。皆様もどうぞお試しください。試食をしてみたいと思います。うん、とっても柔らかい。そぎ切りになっているので、塊肉ではないので、とてもいただきやすいです。皆様もどうぞ、お試しください。で、気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録の方をどうぞよろしくお願いいたします。で、最後までご視聴ありがとうございました。